商品の中身はティーサーと言います。超断熱の膨張型の断熱空気という略でティーサーとしておりますが、我々の会社はサーマリッカと言いまして、名前にサーマル、熱っていうのが入ってます通り、超断熱ソリューションティーサーで省エネルギー推奨社会を実現しますということでやっております。我々の位置はこのティーサーの粉でエアロゲルの一種ですね、ガラスの成分のシリカと一緒です。これが超微細構造で空間を制御してまして、シリカ分が 5% で空気が 95% ほど、だから空気の中をプカプカとナノのレベルの粒子が浮いているということで、その空気層のおかげで断熱性を持っているということと、あとご覧のように書いてありますけど、火災比重 0.01 で非常に小さくて液体のような性質を持っているので、これは今までのエアロゲルにはない特徴を持っています。で、例えばこの粉を液化水素を船で運搬するときに、今の素材ですと3割4割日本に着くまでに水素が飛んでいってなくなるのを、断熱性をもっと向上させて有効に活用しようということで、これは東館の 4ブースですかね、ここでネドの場所をお借りして水素運搬船の展示をしております。で、これはこの粉が我々の命です。で、この粉をベースに塗料に混ぜて住宅の家とか工場の屋根とか、あるいは工場の熱関係のラインとかにこのように塗装して断熱を持たせてエネルギー効率を上げるとか、あるいは家ですと夏だとエアコンの消費電力を下げる、二酸化炭素の排出を抑制する。で、あるいはシートにして、例えばEV 車、電気自動車のリチウムバッテリーというのはしょっちゅう燃えるっていうね問題が出てますけども、そのサンドイッチにして断熱と耐火を持たせるシートの開発、こういうのをやっていって、最終的には省エネルギー、だから地球は今暑くて暑くて疲弊してますんで、それをなんとかしなくちゃいけないなっていう志でいろんなものを開発していくという会社です。